と、それではこれは来年の暦ですね。令和5年、いつもこれ参考にさせてもらってますけど、一応数字の確認をするのは2023年の暦ということで、まずは国民の休日で、あとは2023年、あとはこれ民族の行事、それから大切なところはですね、二十四節気は OK、 雑節もですね確認を取っておくと。それで来年四六ですね、八泊一泊六泊というふうな流れになっていくというのは来年の法律行事ですね。そしていろいろなページがあるんですが、暦の見るときですね、私一番気になっているのはここですね。これ朔日っていうんでしょうか、朔日っていうんでしょうか、これ新月の年、ここですね。と狩野への立つということで、これ金なんですね。金、木下土金水という流れでこのように動くんですが、ここにこれの狩野絵っていうのが書いてありますね。それからここですね、今度は満月が逆にあるんですね。どこだ満月は、15あたりだから、これか、ここですね。1月の満月は、7日ですね。でこういうふうにして、旧の暦の場合は、その、この日の生、金に、金、この場合は金絵ですので、日の陽ですね。日の陽にの性格になるという、見方をするって聞いたことがあってですね。一応それで見てるんですね。で2月の場合は、ここが、ソビ、サクビっていうんでしょうかね、新月の時になってくるんですが、来年ですね、一番特徴的なのは1月の22日が、まあ、早い話旧元日になるので、太陽の年取りが2月の3日、ここは4日、節分立春というふうになってくるので、これよりもはるかに前に月が年を明けてしまうという年なんですね。すなわち月が早く進んでしまってるっていう風な感じなので、2月もここは土の戸ですね、金ですね、ここもね。で次の作日、こうですね、3月の作日は22日とこうなってきて、ここなんですね。来年は旧暦といいますか、月の方は2月がのウルがあるということですね。来年特徴はここです。季節が早く進んでるので、2月が1回ここに入ってしまうので、ここで季節が遅れるようなという見方をしてました。それが来年の暦の特徴のようですね。で、ずっと土の塔が来るんですが、ここは5月まで土の絵とか土の塔とかで土の線が来るんですね、これね。ここ。ただし、6月になると、今度はここが日の塔ですか。だから火の線になっていくので、ここから赤くなっていくんですね。ここも火の塔ですね。ここら辺も、こっちは火の絵ですね。火の陽になりますよね。ここも火の絵ですから、火の陽になっていくということで、ここずっと赤くなっていくんですね。ここが11月でしょ。で、11月になってようやく、
昨日とってなるから、ここまで11月まで、10月まで暑いような感じがするか、何か起きるかというそんな感じの年ですよね。でここも12月も気の塔ですの でここは気のせいですから、こんな逆に気のせいの場合は風が強いとかですね、なんかそんな感じのイメージがあると。で、今年の方の2022年の方ですね、気になって同じように見ていってですね、ここですね、10月、ここです。これ2022年の暦ですけど、10月の25から可能とになってるんで、これ金なんですね。もしかすると寒いかもしれないというイメージがあります。ここも12月の可能となので、金のせいが何ヶ月でしょう。4ヶ月。11、12、1、2まで、来年の1、2まで、金の生が続いていくので、来年っていうか今年の暮れから来年にかけては、かなり寒いかな、という感じ。ここで上骨しのとなりますよね。ここが、可能絵でしょ。で、12月も可能と、ですからね。なんかそんな感じのイメージの年だなと。でこれで暦一つずつ見てくる大変なの でそれで、ここは、これを図に表していこうというのが友達が出しているオリジナルな暦なんですね。イメージとして分かりやすい。じゃあそれの作り方やってみます。